こんばんは、親父の食卓へようこそ。ちょっとね、見覚えのある感じだと思うんですけど、今回はね、こちらですね、かつやさんのタレカツ丼、特盛じゃなくて通常盛りですね、490円がクーポンで100円引きで390円、プラス税になっております。あと、千葉県産のキャベツ、ここまではね、一緒なんですけど、こちら、チリトマト、カップヌードルのね、チリトマトヌードル。こちらね、私大好きなやつなんですけど、今回ね、チリトマト35周年、特別限定商品ってことで、今だけ激辛チリチリペースト付きってことですね。これがついてます。以前ね、ちゃんみゆさんの動画で見て、まあ、チリトマト好きなんですけど、まあ、それもプラスで、ちょっとすごい興味をそそられたんで買ってみました。基本的にね、あまり胃が強い方じゃないんで、まあ、どこまでいけるかわからないですけど、ちょっとね、試していきたいと思います。これはまあ通常通りな感じですね。問題はこれですね。はい、ちょっとお湯入れていきます。はい、ってことでね、お湯の方入れてきたんで食べていきたいと思います。激辛チリチリペーストの量でお好みの辛さに、全部入れると辛さが18倍になるそうですね。お召し上がりの食前に、そのまま食べればチリトマト、半分入れたらチリチリトマトで辛さ9倍、これが日清さんのおすすめってことですね。全部入れたらチリトマト、辛さ18倍。このような注意書きがね、なされております。半分ぐらいがいいでしょうってことなんですけど、まあ、とりあえずいただいていきたいと思います。2分ぐらいかな。そうで、ドレッシング、ごまどれもね、いろいろあるんで、ちょっと試してみたい感もあるんですけどね。ノンオイルのどっかのやつを試したことはあったんですけど、それはそんなに安い時がないんで。今日キャベツもね、1玉なんと105円ってことでセールでね、やってたんで。さあ、いただきますよ。まずはこちらからいきましょうか。ささみカツも買ってからだいぶ経つんで、冷たい。あ、ご飯炊いてよかったな。美味しいですね。あと1分。もういいかな。ちょっと焼けましてね。チリトマトがね、好きなのはね、乾燥ネギが入ってないというところもあります。具材はトマトと、こんな感じですね、普通の。トマト、インゲン、鶏肉、コーン、キャベツかな。これで美味しいんだけどね。てか、これで少しさ、チリトマトっていうぐらいだから、ちょっと辛みがあるんだけど。これで辛いもんね。そもそも。辛くする必要が感じられませんが、そう言っちゃうと終わっちゃうので、行ってみたいと思います。どうしようかな。 ちょっとさ、まず普通に食べようよ。
ップ焼きそばだとペヤングが一番好きなんですけど、カップラーメンだとこれは結構一番目ぐらいに好きかもしれないな。どのくらいか半分かよくわかんないな。どこまで入れればいいの。ちょっとすげえ怖いんですけど、ちょっとこんだけ入れてみようか。多分半分も入ってないかもしれない。ペーストって書いてるからやっぱりこの最初粉末かと思ったんですけどね。でもまあ動画を見てたんでペーストってことはね。あらら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 、あーもう匂いがすごいわ。もうこれでいいわ俺。これでいいわ。私もこれでいいです。無理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 。無理無理無理。タイトルにも激辛とは書くのやめとこ。でも食べれる。ギリギリ食べれる辛さぐらいなんだよな。ちょっとしばらくこれでいこう。でも相当辛いですよこれ。一応おぼろ豆腐をね、辛さ対策ってわけじゃないんですけど、もう賞味期限切れてるんで。まだ火を入れるほどではないからね。あ、クールダウンする場でもこれ。おいしい。美味しいね。本当もうあと何日かで感謝祭が始まるんで、これはなくなっちゃいます。2人前買っといてもよかったな。どうなんだろう。と思ったけど、激辛食べるときって余計なもの食べないか。やっぱタレカツなんかでも甘さがあるタレだから辛さが中和されるもんね、ある程度は。でもヒリヒリきてますけどね。それでもまだすごい舌がヒリヒリしてます。ちょっと動画では分かんないですけど、じんわり汗かいてます。これいつものあれと違う、チリトマのやつと違うわ。これお肉が、あ、味付けミンチになってる。あ、そういえばエッサマンなチャインミヤさんが謎肉ってこれ普通のチリトマト、鶏肉だったもんな。あ、違うわ。まだ結構入ってるんですけど、いっちゃおうかな。
いつもほんとこのスープが好きで、最後ご飯入れて食べるんですけど、あでも減れば減るほど辛さがあれだよな。うん、このぐらい。行ってみよう。私行ってみます。あ、でもこう見ると残りの量見ちゃうと半分以上入ったわ、最初に。だから最初から全部入れてれば結構いいかもしれない。うん、匂いは特にプラスはされない、そんなに。うん。あれ？大丈夫だぞ。辛いのは辛いですよ、もちろん。大丈夫だな。最初の半分が思ったより入ってたから、ちょっと耐性はついてるかもしれない。大丈夫。辛いけど、あのリーの20倍とか、あー辛いな。辛いけどでも美味しいわ。でも汗がすごい。このおでこの。でもこれだけだときついわ。ごまかしようがないから。うん。ああ、胃が熱い。結構時間かかっちゃってんな。うん。大丈夫。はい、ってことでね、カップヌードルのチリチリチリトマトヌードル、結構辛いです。一応スープまでね、ご飯入れて食べると美味しいんで、ご飯ちょっと入れてスープまで食べましたけど、結構辛くてね、汗かきました。やっぱり普通で食べた方が私好きです。ってことでね、ちょっと時間がないんで、あとはゆっくり食べたいと思います。それではね、ご視聴の方ありがとうございました。親父の食卓へね、足を運んでいただいてありがとうございました。それではまた。ごきげんよう。